はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。今回は信長の野望早々戦国李氏伝の井伊直親でのプレイをやっていきたいと思います。これまでに井伊直親はですね、3回3話分プレイの方をしてきました。今回が第4回目になります。で、この井伊直親って何者なのっていう方ね、いらっしゃると思いますので、最初に簡単に紹介だけしておくとですね、2017年の大河ドラマ女助手井伊直虎の中に出てくる直虎の許嫁、三浦春馬演じる武将がこの井伊直親になってます。で、今回はその井伊直親でプレイをしていっています。で、井伊直親の能力値、初期の能力値とかですね、あとは寿命等については、一応その史実に基づいている部分と、そもそもこの戦国李氏伝の中には井伊直親は登場しない武将だったので、オリジナルで作成している関係上ですね、統率だったり武勇だったりっていう初期能力値については、以前の信長の野望別風伝の中に登場していた井伊直親のデータをそのまま流用させていただいています。で、今回は第4話目というところなんですが、ついにですね、軍団長就任の要請が来ました。足利将軍家に対しての軍団長就任要請なので、これはもちろん受諾していきたいと思います。足利領っていうのはですね、この後ちょっとお見せしますけども、畿内一円を大きく、なんていうのかな、その領有している足利家なので、これを切り取り次第ということは、かなり美味しい軍団長なので、積極的に軍団長になっていきましょう。先月の収支です。で、足利がこちらになりますね。もみから二条御所はじめ、釜場、この辺りまで、畿内一円を支配しているという形です。なので、これ武田に負けないスピードで積極的に畿内へと進出をかけていきたいと思います。では早速ですね、やっていきましょう。もうすでにその軍団長になった段階で主命みたいなものは、その足利家を攻略しろっていうものになっていて、任務はなくなりましたので、こっからはもう積極的にですね、ひたすらに足利将軍家を滅ぼしにかかりましょう。では早速出兵していきます。まずは何はともあれ、釜場城を取ってですね、武田家、信玄が大垣城を抑えているので、さらにその先を取りに行くということをやっていきましょう。ここは太田牛一にまず兵7500、この7500はかなり大きいな。さらに亀山城からは佐久間森重隊、これが2800ですね。清須からは半兵衛、いや、そうそうたるメンバーだな、これ見てもやっぱり。犬山城からは秀長、出陣します。稲葉山城、ここからは原長頼、出陣するぞ。そして井伊直親本体が8000ですね。出陣する。これで出陣をしていきましょう。怒涛の勢いで足利家を蹂躙していければいいかなとは思うんですが、我が戦お見せしましょう。いざ戦場へ。
まあ、さすがに。将軍家もかなりの軍勢の数出してきましたね。ちょっと攻めにくいのが、その強撃戦みたいなのが少しこの鎌場城に関してはしづらい点が、攻めづらいポイントにはなってしまいますが、まあ、それでも力押しをガシガシかけていけばどうにでもなるかなというところはあるので、力攻めをしていきましょう。まあいずれにしてもその他の大名家に足利を先に蹂躙されるのだけは防ぎたいところですね。行くぞ。まあ、ここはお国が守ってるんだな。敵も順当にというのかな、援軍がやってきましたね。これが我が魂、我が覚悟。はっ、城門を突破したので一気に攻め上りましょう。とはいえやっぱり城攻め、しかも山城攻めとなると苦戦はしますね。ここはでも武田に遅れを取るわけにはいかないので、愚策ではありますけど力攻めでいきましょう。あとは本丸になだれ込みましょう。数でちょっとだいぶ厳しくなってきてるな。うまくいかないね。秀長が撤退か。15,000で力攻めしましたが、鎌場城はまずは落とせなかった。ただ五詰めがこっちからは来ますんで、その五詰めで決着をつけにかかりましょう。だいぶ兵力をね無駄にしてしまいますけど、ここは何はともあれ武田より先に鎌場城を抑える、そこを拠点にすれば月の終始です。報告いたします。今後のことを考えると武将がちょっと足りなくなってきそうな感じもするので、吉本に人材を要求していきましょう。まあ、ここあたりになってくるともう結構優秀な武将も欲しくなってくるので、どうだろう、カズマスとかもらっときますか。鎌場城をねそれで抑えてもらえば、カズマス、
敵の援軍が到着しますね。かしこまりました。引くぞ。ここは引きます。攻めるのです。これで決まりです。続きなさい。我らが行くぞ。もっとご覧あれ。力を合わせ戦い抜くのだ。見くびられては困りますね。いやー、兵力を減らしてるな。愚策だな。ただどうしてもここは抑えたいんですよね、釜場城に関しては。このままでは。決めます。力を合わせ戦い抜くのだ。牛一八千も壊滅したか。行くぞ。ただ残りの敵の数決して多くはない。直近も来てるし、勝家、さらには朝比奈も来てる。まだ5詰めで3万近い軍勢がいるので十分に落とせるでしょう。進め。ここはただヨシテルがいるのか。続きなさい。足利ヨシテル隊に正面からガチンコで戦いたくないですね。混乱させられるのが目に見えてる。引きます。続け。勝負と行こうか。かしこまりました。これで決めるぞ。きたー。やれやれ。まあ、混乱するよね。ただ半兵衛には申し訳ないが、この間にヨシテルを壊滅に追い込みましょう。見せてやろう。我らが攻め、耐えてみせよ。数々とも覚悟は良いか。連兵場とか刀蔵とかね、あと狩場はそれなりに作ったので兵の連動もだいぶ上がってるはずです。一の太刀が来たか。ただ終わらせられるはずだ。まあ、ヨシテルはさっさと捕らえて処罰したいな。いやー、激戦だのこの釜場城に関して言うと。大激戦になってしまってますけど、もう5詰めが出せる部隊というか兵力が残ってるところがあまりないので、どうしてもこの一戦で蹴りをつけたいところではありますね。で、武田がここまで進出してきてるか。ただこの武田の軍勢はちょっと厳しいんじゃないか。さすがに三好が出張ってきてますけどね。進め。ここは勝家に任せて直近を一旦後ろに下がりましょう。手を込める。退却する。じわじわっと城に迫っていくしかない。あ、ここで大回戦か。これで一気に蹴りをつけるのがいいな。進め。総大将は直近。まあ、そうそうたる面々を相手に直近が総大将ってすごいな。アザイアサクラ、それに足利の大連合軍ですね。敵も正々堂々。アザイアサクラ、足利、この3大名を相手に、しかも長秀勝家とかそうそうたる武将たちを率いて総大将ってすごいな。直近もよくここまで来たな。
もう何にもしなくても優秀な武将たちがガンガン敵を削ってくれるからな。見てください、これ何にもしてないんですけど綺麗に包囲戦にしましたね。そしてこれが関ヶ原の戦いだったんですね。お味方が関ヶ原の戦いに勝利。いやー、これが関ヶ原の戦いだ、この物語の。さあ、あとは味方が到着するのを待ちましょう。ちょっと時間がかかるかな。一旦中断して味方が到着するのを待ちましょう。だいぶ苦戦しましたけど、まあ、勝家はじめ援軍5詰めが来ているので、このまま行けば鎌場城は取れそうですね。よし、鎌場城を取った。だいぶ苦戦しましたけどね、鎌場城を取ったことによってこの先がだいぶ兵力が疲弊してるんじゃないかな、敵としては。というわけで続けて出兵をかけていきましょう。ちょっと軍勢の数が足りないかなという感じはするんですが、それでも繰り返しにはなりますが、武田より先に出陣する。何が何でも機内を制覇しておかないと。我が戦お見せしましょう。節斎が言っていた天下への夢が途絶えてしまうので、出陣します。ここは我慢してなけなしの兵を出していきましょう。出陣するぞ。ご命令を。先月の収支です。報告いたす。で、鎌場城には数増と岡本を入れましょう。行きます。あっちにはヨシテルが行ってるんだな。ヨシテルの方に行くのは厳しいんでやめましょう。まあヨシテル相手に戦うとかなりの高確率で混乱させられるのは目に見えてますからね。であればむしろ迂回させて後ろをつきましょう。報告いたす。で、鎌場城に関しては城代を建てます。今一正が城代だったら城代にしておいて、そうだな、どうしよう。修復は最優先でした方がいいので修復をさせて、あとは鎌場城はせめて城門だけでもレベルアップさせておきましょう。
東半省はこのまま行けば取れるかなという感じですね。兵糧はまだあるね。で、ヨシテル300か、邪魔くさいな、この300は。止まれ。ここもまた激戦になってるな。毎回毎回激戦中の激戦になるのはなぜなんだ。かしこまりました。戻るとするか。うん、子供が生まれましたね。関ヶ原の戦いに勝利した後ですけど、さて、乙葉城にじゃあ人を入れていきますが、いよいよ人が不足してきたな。ちょっとまた家臣をもらいましょう。もらいたいけど、もらえる家臣は常ちゃんもらうか、池田常興をもらいましょう。で、密談の使者はバシバシ送っておきます。再びここで海戦を仕掛けていくのがいいのかな。政策を取り行います。御用を受けたまわります。よし、これでいいでしょう。敵の部隊数は決して多くはないんで、普通にやってれば勝てそうな感じがするんですけどね。いやー独立か。いや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 、まだ早いよ。機内を抑えてからだ、独立するなら。表彰を始めます。先月の終始です。観音寺を取れればだいぶ違うんだけど、観音寺に関して言うとちょっとその兵力が多分足りないんじゃないかな。観音寺まではちょっと取っちゃいましょうね。一旦兵を引くと他の武将たちに横取りされてしまうんで。もっともっと武将の数が必要になってきますね。
では回線を仕掛けていきましょう。行くぞ。よしてるか。始めるぞ。かしこまりました。承知いたしました。この攻め、見切れまい。かしこまりました。引くぞ。かしこまりました。さあ、あとは城門を破って一気に突き進んでいきましょう。思いのほかというか普通に縄文が硬いな。参るぞ。退却せよ。いざ参る。これで決まりです。こんな日もある。我らが一度とくとご覧あれ。何、敵に援軍か。縄文を破壊しました。しました。これ味方にも援軍が来ないと厳しいな。だいぶその軍勢の数でいうと減らされてるし、相手に援軍が来てるんで。数でいうとまあ倍半分ですけどね。この倍半分といっても突破しました。敵側はまだロシテルも健在だしな。承知いたしました。敵城門突破しました。我らの攻め耐えてみせよ。かかれ。この軍略で敵を打ちます。コブにコブを重ねて何か意味があるのかな。ここは引きます。あとはカズマスの狙撃。すべてを込める。退却する。さすが狙撃だよな。カズマスの狙撃ほんと強いですからね。この状態で今あの敵の城兵ってゼロにした状態ですよね。これで回線を終了すると城が落とせると思うんですけど、ちょっとそのあたりがなんかうまくいかないことがあるんですよね。包囲戦にしてないと多分ダメなんじゃないかなと思うんですけど、今このカズマスの戦力1500しかいないので、この状態で包囲、完全包囲には多分ならないと思うんですよ。耐久力を考えると、この観音寺の。なのでこのまま確実に城を落とすために天守を取っちゃいましょう。よし、観音寺まで抑えました。そして同時に家老に就任ですね。はい、というわけで、まあ、今回は釜場城の大激戦の中、関ヶ原の戦いをしてですね、なんとか軍団長としての任を推し進めているという状況をご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。次回はまたこの続きをプレイしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。